おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？私はおかげさまで元気にしています。先日、奥日光の方にカメラを持って友達と一緒に行ってきました。まあ、カメラ好きの友達と。で、あいにく最初の日は雨、二日目は曇りということで、考えていた日の出も星も撮れなかったんですけれども、男体山も最初の日は全く見えず、二日目に見えただけで、初日は本当にもう何ていうかすごい、まあ曇りと雨ということなので、遠くの景色はほとんど見えなかったんですね。でも逆に雨が降っていたとか、雨が降ってそれから曇りになったということで、雨に濡れた木の枝とか枯葉とか紅葉というのはむしろ、輝いて見えるということがありました。戦場ヶ原という、まあ湿地帯の中を歩いて文字通り広い原っぱに行ってみたり、竜頭の滝の方まで森の中を歩いたりしたんですけれども、実はその細い小道を歩いていくと、まあその湯川という川が流れてるんですが、その川、まあ湯本から湯滝、そして竜頭の滝まで、そして中禅寺湖まで流れていく小さな川なんですけれども、その川のほとりを歩いていくと、時々一人、やっと一人分しか歩けないような、まあ、ちょっと獣道のような細い道ができていることに気づきました。何箇所かそういう道があるんですね。で、これはほぼ間違いなくカメラマンが作った道、カメラマンの小道と言われる道だろうなと思いました。というのも、そこをこう歩いていくと、大抵普通の歩道からは見えない綺麗なポイントやお花の群生などを見つけることがあるんですね。で、確かにね、本当に綺麗なところがあるんです。で、まあ、でもやっぱ雨など降ってるとね、わざわざ横の細い道に入っていくというのは、ちょっと面倒だなと思ったりとか、寄り道をするというのが面倒だと感じることあるんですけれども、でも、ちょっと我慢して、そこをこう入っていく。まあ、それこそ数メートルですよね。ほんの数メートル、あるいは10メートルぐらいですか。入っていくだけでも、随分違った光景が見えるものだなと思いました。まあ、寄り道というのはあまり良い雰囲気で語られませんけれども、カメラを持ったら寄り道しながら歩かないと逆につまらないような感じがしますね。昔の歌の中にちょっと一杯のつもりで飲んでというのがありますが、あの寄り道はね、全然お勧めできませんけれども、ちょっとだけ足を止めるとか、数メートル道路から脇の小道を歩いたりという、そういう寄り道というのは結構新鮮な出会いや気づきにつながることが多くあるような気がします。日光では少なくてもそんなことがありました。まあ、朝の早い時間とか、ちょっと薄暗くなった時というのは熊などが出るので、危険だというふうに言われていますけれども、昼間の時間、他の、なんていうか、観光客といいますか、登山客といいますか、そういう人たちがいる状況の中で、ちょっとそういうところに立ち寄ってみると、案外思いがけない場面に出くわすことがありますね。ちょっとそんな写真を撮ってきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。ぜひこういう写真を見ながら、ちょっとね、行った気持ちになるというか、そんな風になっていただけたら嬉しいなと思っています。どうぞお元気でいてください。それではまた。